逆上がりやりたいな。お兄ちゃん、あ、テレビ始まっちゃう、急がなきゃ。ミノルくん、ひまりちゃん、さあ始めようじゃないか。二人の兄弟愛。ワラのスポンサーの提供でお送りしました。ああ、つまんないテレビだったな。あれ、まだひまりお絵かきしていたの？ひまりはいいな、いっつも遊んでいられて。僕はこれから宿題なんだよな。でもな、ねえみのる、はぁ、そろそろ宿題やったら。ねえひまりちゃん、ちょっと降りてもらっていいかな。どこば、みのる、いい加減に宿題をやりなさい。ひまりちゃん、もう一回降りてもらってもいいかな。ちょっとな、ミノル、いい加減に宿題をやりなさい。うるさいな、なんで僕だけ叱られるんだよ。ひまりはいいな、いっつもお絵かきできてさ。僕もひまりちゃんと入れ替わり買うよ。ひまり、抱っこマンできないよ。腕がお父さん、こんなに強かったんだ。ごめん、僕がやるよ、抱っこマンやるよ。腕が弱い、腕の筋肉をつけさせたい。お父さんに抱っこをせがむ、もっとせがむ、さらにせがむ。お父さんは勝てる、優しいお兄ちゃんは必ずお父さんを助けるために腕を鍛えるはず。そしてきっとできる。今回はひまりにやられちゃったな。お兄ちゃん、宿題終わった？それは言わないの。昨日も今日も明日も今も大事なのは思いやりだよ。二人の兄弟よ。